はい、おはようございます。今日はね、ゆういちチャンネルということでね、天気悪い中ね、滝、ちょっと滝までね行けるか分かんないけど行ってみたいと思います。まずこのサボを抜けてさ、このままね歩いていきます。行けねえか、あれ登れねえか、ちょっと行ってみるかな。本当はね、この川をパパって渡って、あの左側あるでしょ、左側から登るんだけど、やっぱ水量多いな。ちょっとこれ登れねえか。本当渡れねえな。登れるかな。それ行ける自信ある？行けるか？これは落ちたらやばいです。ちょっと待てよ。やばいな。おお。やばいです。おお。ちょっと待てよ。やばいな。おいしょ。おいしょ。おいしょ。おお、崩れる。動いてるもんね、下が。おい。ちょっと待てよ、雪落とすわ。落ちねえよ。うわ、ちょっと待てよ、俺どっちにしろ渡れねえな。おいしょ、来たね。あれね、あれわかる？一箇所目はあれなんだ、一箇所目のだけあれでね、二個目がね、打たれるような敵ありますね。ちょっとね、水量多くてね、ちょっと行けないんで、この奥の先はね、ちょっと諦めたいと思います。ちょっと危ないからね、しゃあない、戻るか戻るか。これ降りるのも大変だな。ちょっとね、とりあえずここがあるってことだけね覚えといて。危ねえな。よし、オーケー。透明の滝になります。夢か、これもね、この時期じゃなくてもちょろちょろは出てるけどね。これもね、この周りネギ出てるから、こう上登ってったらあるんでね、これはね、本当道路のすぐそば、道路から見える滝。次へ行きたいと思います。これもね、ちょっと近くまで行ってみるか、道路からの近い。
この時期にしか、一応見れない滝でれん。ほんとなんかね、カメラ上手い人とかいるよね。面白いんだけどね。案外みんな見過ごすからね、これね。ほんとこの時期だけ。あ、危ない。滑るもんな。これも一応ね、道路から、見えます。この時期だけ。うん、こんな感じで、まだまだあるんで次行きますか。先ほどの場所から、何メートル離れた、車で1キロぐらいか、場所になります。これはね、ちょっと川向かいなんだけど、これもね、この時期じゃないとね、見えてこないね。本当は、ケイ君いればね、ちょっとドローンでも飛ばしてもらってね。うわ、川の水がすごいね。でも本当この時期、天気良かったらな、行きやすいからな。雪だもんね。おーよいしょ。おお、これは2段だな。すごい水量です。見えてきました。おお、結構、これが、この時期にしか、これで名古屋に4つ目。でも水だな、すごいねこれ。じゃあ次行きますか。次も、この時期だけの滝になります。よいしょ。ででん。これは本当夏はもうな、全くないの。やっぱ水量ないから。こんな感じでね、ここはね、ずっとある。この時期だけの滝。ちょっと歩いて行ってみる。画像だね。お、なんだあれは。湧いてるぞ。なんだあれは。なんかどうなってんだあれ。なんだ、ああなるほどね。ああ、そういうこと。
おお、面白いね。あれわざとあれなってんだけどね、削れないようにか、こういう感じは面白い作りになってるね。おって言ってるとまた見えてきたね。ドローンだな、本当にドローンのがいいわ。うわ、降りれね、降りれないことはねえけどな。この辺でやめとくか。では、天気いいとね、よかったんだけどね。あと雨降んなかったらここまで水量ないからね、もっと綺麗だったんだね。ということで次行きたいと思います。クイズ、じゃじゃん、これは一体何でしょうか。さあ、ゆうしくどうぞ。正解は八千切です。正解、これがですね、八千切。この時期ね、早くに花を咲くね、一応食べれます。でね、山の中で結構早く咲くんで、熊も、これをね食べてますね。すごいね、八千切分かりましたか。ここは天気の近くですよ。先ほどの、水の吹いてるねところになります。これも先ほどの滝と同様にね、4号に沿いにあります。ちょっとねもう疲れて下まで行きたくはないんですが、こういう風にね滝、先ほどの滝もねあちらにこう見えて、さらにもうちょい向こう行くともう一本ある、ここはね立て続けに3本、452から、見ることができます。でね、この先に行くと、三段岳、三段岳があるんで、ぜひねこの時期だけしか見えないんでね、滝をね探してください。どうぞ。はい、三段滝、三段滝に、着きました。これですね。お、人がいた。びっくり。お、雪だ。危ない。すごいな。汚ねえな、おい。これ三段滝じゃないもんねこれは違うよね。これは違うね。これ今しか見えない滝だね。こっちに来ると、おお、東屋、一番下の東屋から、おあれじゃなく、こっちですね。すごい。すごいことなってるな。これが、ちょっとね、雨でね、濁ってますが、三段滝。
ごいねこれ。まあ、スケールはすごいよね、やっぱりね、この水量ね。これ収まったらまた綺麗なんだけどね、うん、ちょっと雨がちょっとね、よろしくなかった、うん。すごいね、伊藤が釣れるとね、書いてるけどね、今はね、どうなんだろうね、いないだろう。で、まあ、夏でここ観光地で、見に来るんですが、この辺ね、ちょっとね、石というか岩というかね、こういっぱいあります、こういう風にね。で、こういうところにね、マムシ、危ない、マムシがね結構ここね出るんですよ、ご覧の通りこの岩場でね、隠れるところがねいっぱいあるんでね、くれぐれもマムシには注意してね、見てくださいということでね。ということでね、雨もひどくなってきたんで、この辺でねやめたいと思います。ちなみに今日ね撮ったのはね、3段滝から芦別の方向に向かって走ってるけど、それのねこの左側、このね左側の滝ということでね、この時期ね見れますからぜひとも見てください。あとはなんかあるかい？山面白いですよみんな行きましょうね。面白いねこの時期ね、いろいろ山で見て、ね、この時期だから見れるものいっぱいあるんで。そうだよね、結構ねいろんなね見たことのないね植物とかね、結構いろいろ勉強になるし ね、先ほどの滝もね今通過してますけど、うん、本当山はね面白いよね。再発見だらけで、ね、面白いですよ。だよね、いろんなね食べるものあったりね、いろんなね木の実やらね何でもねあるっていうことでね、以上で、今日は、とりあえずこの時期だけ見える滝ということでお送りしました。芦別にはねまだまだこの時期しか見れない滝はね結構あります。まあ、今後行けるか分かんないけどね、時期が今しか見れないってことなんでねみんなも忙しいからね、まあ、行ければね少人数でもね行ってねいろいろみんな覚えてもらいたいと思うんで、それでは今日は、この辺で終わります。